長崎ボーイズ。よし、じゃあ行くか。お昼ご飯の後は軍艦島デジタルミュージアムへ向かいました。これから向かう軍艦島の予習です。当然のことながら館内での動画の撮影は禁止。坑道内を再現したプロジェクションマッピングやいろいろな資料がありました。ミュージアム4階にある VR ツアー、珍しくチアちゃんが率先してゴーグルをかぶりました。椅子に座って自転車を乗る感じでペダルを漕いでいます。ゴーグル内の映像はドローンによる空撮、ペダルを漕ぐことによってまるで自分が飛んでいるような体験ができるのです。この VR 体験はちょっと面白かったですね。他にも様々な資料があったのですが、写真を撮り損ねてしまいました。旧香港上海空港長崎指定支店記念時は桟橋から約1時間かけて軍艦島へ向かいます。島が近づいてくるシーンを撮り損ねてしまいました。島の上陸に関しては最近また厳しくなったようですね。10キロ離れた場所の波高計が 0.5 メートル、50センチに達すると、たとえ軍艦島周辺の海が穏やかでも上陸することはできないのです。今回のツアープレミアムチケット、スタッフさんがものすごく丁寧に対応してくれます。写真もどんどん撮ってくれました。ガイドさんの音声が使えればいいのですが、残念ながら使えません。なので説明を聞いても覚えてないのです。さてさて、西側から東側へ桟橋なる方へ向かっています。果たして上陸はできるのでしょうか。はい、大丈夫、上陸できるようです。お待たせしました。
下げてどうか。いよいよ上陸ですね。見学できる場所は島の約3分の1程度になります。これからガイドさんの説明を受けながら40分ほどの見学が始まります。海が綺麗ですね。透き通ってます。そうそう、この橋を渡るときはカメラを落とさないようにと注意されました。先ほど海側から見た住居を貫くベルトコンベアのトンネル入り口がここになります。この正面に見える山、これが鹿島軍艦島の本体部分になるようです。結局のところ録画したガイドさんの音声を頼りにネットでいろいろ調べてみました。事務所跡のレンガ、これも貴重な遺産の一つになっているらしいです。お風呂場の跡です。最初は海水から、そして真水へ浸かったそうです。炭鉱の入り口部分になります。スカイツリーの高さほどの地下へ一気に降りたらしいです。上に見える灯台は肥前羽島灯台と言います。灯台が建てられた理由は島が無人になり明かりがつかなくなったからだそうです。30号棟、1916年に建てられた鉄筋コンクリート製のアパート、年々朽ちていきます。一番の大敵は台風だそうです。なんだかあっという間に約40分ほどの見学ツアーが終わってしまいました。そろそろ帰る時間ですね。帰りもガイドさんのいろいろな説明があったのですが、やっぱり覚えてないんですよね。そうそう、この船の先端部分ですね。ここでプレミアムチケットの人は見学が楽しめたのです。今回はちょっと奮発してホテルの正式名称が大江戸温泉物語長崎ホテル清風に泊まります。ここではもちろん温泉、それと夜景、
あとは楽しみな夕食バイキングになります。あ、じゃあね、いい感じだよね。フロント3階にございます。エスカレーターをご利用ください。お腹ゴージャス。なんかすごい温泉の匂いがするわ。うん、でもいいじゃん。長い。そうそう。はい。部屋は9階になります。もちろん夜景が見える部屋になっています。入り口の電気ついてます。和室ですよ。久々に開けますよ。久々の和室でございます。部屋案内はこのぐらいにして、早くご飯へ行きましょう。夕食バイキングです。窓際の席に座らせてもらいました。だんだんと夜景が綺麗になっていきます。で、お料理なんですが、もう大変です。取り留めがありません。何を取ってきたのかもよく分かりません。お刺身とアクアパッツァまでありました。どうなんでしょう、全部食べきれるでしょうか。頑張っていただきましょう。ではいただきます。アクアパッツァです。これからオープンします。アクアパッツァオープンです。なんかほんのりあったかいです。いただきます。デザートになってます。締めのご飯は、先ほどサマーズで言っちゃった締めのご飯のおかずです。レモンステーキ、豚とキャベツのあっさり煮でしたかね。気がつけばもうこんな感じになってます。ではデザートを食べることにしましょう。これを食べてごちそうさまにします。